皆さんごきげんよう。今回もロイを使ってスマブラやっていきましょう。最初の相手はミュウツーだな。リーチが長い中距離ファイターだぜ。ちなみにこれは専用部屋です。専用部屋だと負けを気にしなくていいからやりやすいよな。本当にそうなのよね。リップやってると焦りすぎて意味不明なミッシちゃんは、もしスマブラの新作あるならぜひフリー対戦的なの作ってほしいですね。と、関係ない話をしてたらいいダメージ溜まってんな。とりあえずジャック空母が当たったけどさすがに撃墜まではいかなかった。今日も生き延びることができた。よりもクソもない横スマが当たって1ストックリード。けどグダル前に倒せたしラッキーでした。とりあえずストック先行してる間に少しでもダメージを入れておきたいところです。霊夢お得意の自滅はやめてくれよな。警戒しないとね。つかめたし軽くダメージ貯めておいてっと。今チラッと横スマのモーション見えたが、このようなこともあろうはずがございません。走行してたらもう撃墜できそうなダメージになってきたわよ。ミュウツー軽いからマジで消し飛ぶ可能性あるな。とりあえずここは横スマでも吹っとこうかな。さっきも見たなこれ。いくら専用部屋だからって横スマブンブンしすぎだろ。でもほら無事撃墜まで持っていけたわよ。まあそうだがもう少し考えてプレイをだな。わかったわかった。ここからはもう少し堅実にプレイしていき、待ってここでクーエヌ当たったらもう一回クーエヌ入ってクーマイクーマイからのプレイが入ったわよね。はい、ということで完璧な撃墜でしたね。現実とは程遠かったけどな。さあ気持ちいい即死を決めたところで次の相手は、ということで次の相手は元祖即死コンボ持ちのルイージだな。せっかく即死決めて気持ち良くなってたのに今度は逆に決められる側になりそうなんだけど、まあでもルイージの即死コンボなんてまだ一度も決められたことないし大丈夫でしょ。とにかく掴まれなければ問題ないわ。黙ってだけ掴めなかった。でもここなら即死は無理で、ほんと即死ってクソすぎない。お前もさっきやってたんだよな。というわけで一気に形勢逆転されたな。掴まれた後内側に回避したのが完全に失敗でしたね。外側に回避してたらまだ助かってたかもな。とりあえずストックは取り戻したわよ。さっきみたいに焦って回避するんじゃなくて掴まれても冷静に判断していくわ。まあそもそも掴まれないのが一番だがな。もちろん掴みには警戒しつつダメージを貯めていきましょう。とりあえず崖外に出してっと。できればここで決め切りたいところだぜ。チャンスも使ってるし空母さえ当てれば撃墜できる。即死コンボ許せねえよ。最後の即死コンボ関係なかったんですが、はい、というわけで弟の始末は兄貴に全部背負ってもらいましょう。次の相手はマリオだな。掴みには特に警戒して立ち回ります。リーチ自体は短いから攻撃を避けつつダメージを入れていきたいわね。今んとこいい感じに攻撃入れられてんな。とりあえず横強入れておいてっと。多分こっちに転がると思うから掴みを入れます。残念ながら空前は避けられたな。謎のウエスまでコンボにはならず、なんか繋がってるのかしら。何にしてもラッキーでしたね。やばい、この位置はメテオに繋がっちゃう。今日も生き延びることができた。ワンチャン受けに取れるかと思ったけど本当に取れるとは。崖までの位置がギリギリ足りてなくて助かったな。そんなコンボするやつには横スマでお仕置きしてやるわ。やったぜ。まったく兄弟揃ってとんでもない理不尽コンボがあったもんだわ。あれ決められるとメンタル持ってかれるんだぜ。こっちもコンボしようと思ったけど失敗しちゃった。おつかみ損ねてくれたから逆に今の空上でよかっただろ。お待ち合いなんか落ちちゃった。せっかくストックリードしてるんだしもう少しダメージ入れておきたいところですね。とりあえず着地につかみまずいね、これやばい。今日も生き延びることができた。なんとか無事生還することができました。できませんでした。焦ってつい掴みをしちゃったわ。こういうミスも減らしていきたいよな。これから気をつけ。あ、またやっちゃった。なんだこれ。でも下強から崖に追い詰めたわよ。横スマも当たってくれたしここで決めてやるぜ。今結構危なかったな。何もしなくても届かなかったのに無駄に危ないことしたわね。でもとりあえず1ストック持っていけました。ただコンボ繋がりやすそうなパーセントだし掴みには注意しないとな。助けて。言ってるそばからコンボでかなりダメージ持ってかれたわね。これ以上ダメージ増やさないようにしないと。と言いつつ結構ダメージを貯められてるんだぜ。食らいたくない。一発。まずいなこれ。ということでストックが並んだぜ。こっから負けるわけにはいかない。とりあえずジャックコスリ空前でダメージを稼いでおいてっと。そしたら無意味に空打でカッコつけていきます。あとはなんか当たればいいなって感じで横強を振っておき、最後に崖際でガチャガチャやってたらいい感じに空母が当たって、運よく相手がジャンプ消費をしてしまってるので復帰が届かず勝つことができます。最後のプレイ全部運任せすぎるだろ。さあ最終戦です。最後の相手はパルテナ。クーエヌで一生コンボしてくるファイターだな。距離を空けても遠距離攻撃持ってるからなかなか厄介ですね。かといって近づきすぎても掴まれてコンボが始まるから気をつけねえとな。お、抜けた。早速当たってんじゃねえか。なんとかクーエヌループにならずに済んだわね。もうクーエヌされないように注意しないと。今日も生き延びることができた。言ってるそばから掴まれて危うくコンボされるとこだったじゃねえか。ならこっちもコンボでやり返してやるわ。とりあえずある程度稼げたわね。さらにブレイザーでダメージは 50% を超えたぜ。このパーセントまで来たらやることは一つ。下強からのダウン展開だな。はい、横スマッシュですね。
ということでストックリードしました。ひどいプレイだったぜ。撃墜できればいいのよ。てなわけで相手も 0% に戻ったし、コンボでダメージを貯めたいところですね。クエヌを打つも2回とも外れ。でも代わりに掴めたから、こっちのコンボでダメージを貯めるぜ。大して稼げてない上に虚空肉うまい食ってんぞ。あれ他ピーボー、なかなか大きくダメージを与えられないわね。まあでもちょびちょびではあるが、ダメージ自体は溜まってきてんぞ。とりあえずもう少しダメージが入れば撃墜も見えてきますね。だが逆に反撃されねえようにな。言ってるそばから食らったわ。でもいい感じに食う前が当たってチャンス。このまま畳みかけていきましょう。DA が当たって崖展開だぜ。NB を打つも外れ。逆に崖外に追い出されちゃった。下強は当たらず無事復帰できたな。相手が下強を打つならこちらも下強で決めてやるぜ。ふう、いい感じに撃墜できましたね。ということで今回の動画はここまで。この動画が面白いと思ったら高評価やコメントしてくれると嬉しいんだぜ。それでは。